時代へ。アタックゼロ。汚れゼロへ、匂いゼロへ、洗剤残りもゼロへ。ワンハンドプッシュ、ドラム式専用ゼロ洗浄のアタックゼロ誕生。松中さん、こう皆さんでのこうワイワイとした撮影どうでした？まあでも自分そのまとめ役っていう役柄というか立ち位置だったんですけど、まとめてできたのかどうかっていう、そういうちょっと一抹の不安もあったんですけれども。須田さんはどうでした、撮影は？いや楽しかったですよ、うん、それこそまとまる気のないみんななんで基本的に、ね、いやまとまる気がないわけじゃない。いやまとまる気ない、ない、ない、一番ない人がよく言うな。ないでしょうよ、みんなだからまとまらない。こういう場でそういうの黙らないいつもの感じ乗っからない。そうキャラ設定いろいろあったじゃないですか。ありましたね、はい、でもなんか最終的に本人たちに寄ってくっていう撮影だったなって思って、そうなんかその5人の空気感みたいなのがすごく、うんうん、楽しく撮影できましたね、うん、あの人にも衣類にも優しいピュアボーイという何にやる。自分で言うの恥ずかしいなって思って。ピュアボーイ、ピュアボーイという、はい、今探ってるところです、はい、なんかもう探ってるんだ。探ってたんだ。ちょっと待って、もう4つやったよ。4つ撮影終わりましたか。そうだよね、結構やったよね。結構やった、まあ、子供もいるんで。確かに楽しいよ。なんかちょっとパパがテント自分で組み立てられたらさ、かっこいい、かっこいいじゃん。かっこいい、家庭内のそのちょっとレベルを上げてる。あ、なるほどね。キャンプによって、はい、キャンプによって部屋をインテリア、お、部屋今までずっとおざなりにっていうか、もう物置みたいな感じだったの。いや、おざなり感が、ね、そう、よく来たことあるから分かる。真冬に、うん、海水浴の浮き輪が浮かんだままあるっていう。どういうこと？季節感の壊れた。もらい物も多いじゃないですか、うん、で、え、家に海水浴の、うん、何？そう、120センチ幅の浮き輪がね、で、冬に2人で家で遊んでたって話なんだけど、うん、すごく嬉しかったですね、うん、純粋に。わかります、ちょっと笑っちゃった感じありますちょっとね、このメンバーが普通に楽しそうだなっていう。次のはどうなの、このみんなとは。あ、みんなとっていう名前を聞いた時ですか？え、ごめんなさい。みんなと共演経験あんのかなとか。ああ、でも拡散がその初めてだった。拡散僕です、僕のことです。多分僕のことだった。あ、そうか、ごめんなさい、分かんなかった。拡散が初めて、ね、スケさん拡散ね、なんかね、水戸黄門かと思う。いやでもよくその映像とかで拝見してたので、あのすごいありがたいなと思いました、本当素直に。拡散には、拡散には、拡散、拡散には、拡散、拡散、お、バカにして。以上です、以上です、はい、はい、いいですか、はい、じゃあせーの、ドン。おお、全員通り、満場一致。え、次の、いや僕須田さんです。あ、須田、あ、須田、ね、俺だったの。俺も須田だな。あ、須田は結構その洋服が、まあ、好きですね、はい、なんかいっぱい持ってたりとか、はいはい、ファッションもさ、すごくね、センスあるから。まあそうですね、必然的に周りにやっぱ洋服のプロがいっぱいいるんで、うん、知識はやっぱ増えますけどね。ね、なんかそう、これは絶対ネットに入れないととか。そうですね、本当だってびっくりするぐらい縮んだりするじゃないですか。そうね、ニットとか。わかる。この間実家帰ったらおばあちゃんが、うん、つま先っつってニット縮んでしもってつって、こんなん持ってておばあちゃんそれは無理だよって。こんなんだ、こんなんだ、ハンカチぐらい、もともと140ちょっとぐらいの人だからこんなんで。いやでもなるんだよね。なるから、本当にちゃんとしないとニットはダメだよ、うん、おばあちゃん、ニットってあれってこんなんだ、なんのよ、なるのよ、なんのよ。たまに俺ね、子供服もあるじゃん、ああ、子供服多分こんなんなるわ、マジで。ちょっと待って、なるのよ子供服、こんなの子供服、こんぐらいだよ子供服、こんなのなんなんのよ、なるのよ、本当になるの、なるのよ子供服、なるなるなる、こんなんなんの、なるなる。僕、通り君刺したのは、この人、うん、めちゃめちゃ物持ちがいいんですよ。あー、良さそう。もう同じ靴をずっと履いてるんですよ、うん、ほんで、もうそこがね、なくなったら、うん、普通どうします、新しい靴買ったり、あ、まあするじゃないですか。そうだね、じゃあリペアでそこを足してもらう、あ、うん、で同じ靴をずっと履き続けるっていう人だから、絶対洗濯は、うんうん、俺はなんか、うん、まあそれは確かにありますね、うん、1回買ったやつは、うん、5年以上は着たいって、いやすごいね、すごいすごいっすよ、すごいこう洗濯機の前とかで正座してするなんか足がそういうイメージ出るわ、なんかそんぐらい洗い終わるまで、そうすごい律儀に洗濯機と向き合ってるイメージ。足がしびれるわ、意外と暇なんだね。え、暇じゃん。その間ずっとこうやってんの。そうそうやってん
本当に靴下とかさ、たまにニットの靴下あるじゃないですか。またニットニットまたニット、はいはい、ニットの靴下どうしたんですか。あれもまとめて入れちゃったりとかするんですけど、これうちらだけで楽しいんだ。これは早くこの早くしだけでうちらだけしか楽しいんだ。こんなんなるんですよ。そうね、もう3回目は誰も笑ってなかった。以上です。